私は20人の前科者を恐喝していました。ご迷惑をおかけしたことをお詫びします。龍ヶ崎虎尾、俺じゃねえか。なんだこれ。あなたの衣装よ。恨みや、やっぱりてめえか。あなたが現職の時に書いた事件調書をもとに作成したから、筆跡もそっくりでしょ。指紋もついたし完璧ね。ふん、同じ手は二度と食わねえんだよ。今日は睡眠薬も飲んでねえし、どうやって俺殺すつもりだい。じゃあ俺がお前さん殺してやろうか。いや、殺すのもったいねえな。奴隷になってもらおうか。たっぷり可愛がってやるよ。おなめ。龍ヶ崎虎尾、死んだ人間より生き残った人間の方が辛いの。事件の記憶は死ぬまで一生消えない。そんな人間に対してあなた、生きてる痛みよ。包丁を抜けば出血多量ですぐ楽になれるわよ。今度こそゆっくりおやすみなさい。